ビラパレッティビラパレッティとは、ドイツのツアッホ社が2002年に発売したボードゲーム。デザイナーはビル・ペイン。2002年のドイツ年間ゲーム大賞を取得している。建築家ビラパレッティは空より高い塔の建設を目指していました。しかし1階を建てたところで材料が尽きてしまいました。そこで彼はひらめいたのです。完成した木材橋の柱を使い回せば、 どこまでも高い塔が作れるじゃないか。こうしていつ崩れるかわからない、危険な塔の建設が始まったのです。プレイヤーはビラパレッチとなり、下の階層の柱を引き抜き、上の木材橋へと移していく。誰かが塔を崩した時点でゲームは終了し、勝者マーカーを持つプレイヤーが勝者となる。土台をテーブルに置き、その上に、すべての柱を適当に並べ、 さらにその上に青い床板を適当に乗せる。適当な方法で親を決める。親から順番に自分の色の柱を引き抜き、最上階に移す。引き抜ける柱がない場合、パスをするか、新しい床板を乗せることを提案する。新しい床板を乗せることを提案された時に、他のプレイヤーは提案者の残りの柱を引き抜くことに挑戦できる。実際に引き抜けた場合には、 ペナルティとして提案をしたプレイヤーの柱を最上階から1本取り除き、挑戦したプレイヤーが新しい床を最上階の柱の上に置く。引き抜けなかった場合には、ペナルティとして挑戦したプレイヤーの柱を最上階から1本取り除き、提案したプレイヤーが新しい床を最上階の柱の上に置く。新しい床を置いたプレイヤーから1からの手順を繰り返す。 ありがとうございます。